川本うのすけ7月13日から1960年3月15日は、大正時代から昭和時代にかけての日本の教育者。東京市及び文部省の職員を経て、東京ローア学校、東京盲学校両校の教諭となり、後、東京ローア学校長、国立老教育学校長兼付属老学校長、東京教育大学校の大文校指示を歴任した。 昭和初期の老教育において手話を否定し、純粋講和法による教育を推進した人物の一人である。また近代日本での教育として、教育の社会化と社会の教育化論を展開した。老和教育学生説にて以下のような手話批判論を展開した。手話語は自然表出運動に基づき、人類の言語としては最も初歩的で幼稚なるものである。 手話語は多義であり変化しやすい。したがって意義が曖昧になる恐れが多い。手話語は直感的であり、思想を直接感銘に、絵画的に表現することは容易であるが、抽象概念を表現することは困難である。手話語は思考を論理的になすことを困難ならしめ、したがって文を論理的になすことを困難ならしめ、論理的表現を完全ならしめない。 手話語はそれ自身には一つの語法があるかもしれぬが、その語法はいかなる国語とも一致することはない。手話語はことに時間空間、原因、結果等の事物の関係、物の属性、ことに人間の関係を明瞭に表現すること困難であるため、花肌式は,なは,だしきはその文は文をなさず、語法の紛行をきたし、しばしばこの羅列となることがある。ゆえに、 老児の思考力を発達させることに貢献することが少ない。格のごとくであるから、手話語は各国の国語とは全くその体系を意味する。一種の体系ごと結合して教授しても老児の使用する国語はあたかも木に竹を継いだようになる傾向がはだ強い。したがって自ら老児に文の理解力を盛んにし、読書力を発達させることを 花だ困難ならしめる。この手話批判は、講和法前世紀には、老教育者の間で支配的であった。現在では、手話は、音音韻構造及び文法を持ち、音声に本語とは異なる、独自の体系を持つ言語であることが一般に認められており、上述の批判はすでに的外れなものとなっている。また、手話で、抽象概念を表現することは困難であるという、 主張に根拠がないことは、木村晴美らも明らかにしている。河本記念講和賞は、河本宇之助の退職記念に設立された。この賞は講和を身につけ、老学校を優秀な成績で卒業した生徒を表彰するものであったが、講和法という観点のみで捉えて、優秀な学業成績の生徒を表彰することの矛盾などが認識され、1999年に、 表彰事業が停止された。ありがとうございます。